はい、こんにちは。ゴールデンウィーク最後の3連戦、まあチームによっては2連戦なんですけども終わりました。今日はですね、監督の采配が際立ったチームとかいろいろあったので、まあそういう監督の采配についてもちょっと喋っていきたいと思います。まず広島、巨人の2勝1敗、これで広島は6連敗になりました。中日、 DeNA、2勝1敗。 DeNA のバッティングが徐々に上向いてきたということですね。で、ヤクルト、阪神、1勝1分け。まあヤクルトは阪神にまだ勝ってないんですけども、今季なんとか勝とうとする、そういった姿勢が見られた戦いもしてくれましたが、まあ今回も勝てなかったという。また阪神はですね、ちょっと送球のミスが出始めてますね。ちょっと気をつけなきゃいけない、危険ゾーンに入ってきてると思います。西武、オリックス、1勝1敗1分け。まあやっぱ引き分け多いですね。ソフトバンク、楽天、1勝1敗1分けということで、まあ引き分けが多い。この中でも4試合あるというね、すごい引き分けが目立つんですが、まずですね、原監督の初戦ですね。まあ9回に3対2で勝った試合なんですけども、中川、ビシエド、まあビシエドを抑えに出したわけですけども、ビシエドがダメだと思ったらですね、すぐ桜井にスイッチで、高梨で9回4人を投入してゲームを締めたという、まあ非常に執念というか、まあそういったこう1点絶対やらない、まあもちろん1点やったら引き分けるか負けしかないんですけども、なんかこう執念が光った、そういったゲームをしてくれたなという感じがします。で、矢野監督、馬場から岩貞への交代っていうのがあったんですけども、そこも馬場で行ってもいいなと思ったんですね。まあだけど岩貞へ交代したっていうのは、もう石橋を叩いても慎重にやっていくという、そういった采配がですね、非常に矢野監督からも見られたということですね。オリックスの中島監督、まあ西武のピッチャー宮川、その時に T 岡田を代打で出すんですね。そしたら西武ベンチ、小川を持ってくる、左を持ってくる。そしたら T 岡田に代打の代打は出さないなって思ってたら、今季まだノーヒットのロメロをですね、 T 岡田を説得してロメロを代打に出した。で、このロメロが同点ツーランを打ってゲームは引き分けるわけですけども、なんかこういう、こう監督のこう激しい動きっていうのがあるとですね、まあチームに緊張感も出るし、まあいい戦い方だったなっていうふうに思いました。で、辻監督、まあ9回絶体絶命、ジョーンズを歩かして、もうワンアウト満塁にして、もうサヨナラを防ぐような感じですよね。で、紅林と勝負で、紅林をファーストゴロに打ち取ってダブルプレーという。で、これもやっぱり度胸がいる作戦で、9回ですから、まあそういった作戦も取れるのかなというふうに思うんですけども、まあやっぱ度胸、辻監督っていうのは度胸が座ってるなっていうふうに感じましたね。で、工藤監督、工藤監督はですね、まあ5月5日がバースデーらしいんですけども、冴えてたのかなっていうふうに思います。和田がですね、立ち上がりからそんな調子は悪くなかったんですけども、まあ2回に4失点をし、まあ5回まで都合投げるんですけども、5失点するわけですよね。だけど5回まで引っ張った、これなぜかというとですね、6、7、8、9、これ勝ちパターンのピッチャーを出せるわけですよね。6、7、8、9、4人、津森、加山、岩崎、モイネロってつないでですね、引き分けに持ち込んだという。まあその時に川島を取っといて、まあ松井が抑えて出てくるから、やっぱキャッチコピー、キャッチフレーズっていうのは大きい。川島は左キラーということで、まあ1球もストライクが取ることなくフォアボールを出して、その日当たってた上林にタイムリーで同点になったという。だからこの工藤監督、和田を5回まで引っ張ったという、まあ本来ならですね、3回から交代してもいいと思うんですけども、もうそれじゃやっぱり中継ぎ陣が持たないということで、まあ5回まで引っ張ったということ、まあこの采配がですね、引き分けに持ち込んだというふうに言っても過言ではないと。だから監督の采配にちょっと注目しましたけど、まあ見事な采配が結構ありましたね、この3連戦は。そして選手に注目です。選手は栗林、14試合、開幕してからルーキーが14試合連続の無失点記録を作りました。上林はですね、やっぱ上から投げる角度のあるストレートと、ベース板の中でストライクからボールに落とされるフォークが投げれる、だから思わず手が出てしまうという、
そういうピッチャーなんですけど、まっすぐの力もありますし、キレもある。だから素晴らしい投手だなという。今日大道が投げてちょっと失点したんですけども、やっぱルーキーとしてここまで気持ちが張り詰めてやってますけど、わー疲れがちょっと心配ですね。だからどこまで続くか分かりませんけども、期待をしています。まあ素晴らしい投手ですね。で、昨日5月4日ネオがプロ入れ初ホームラン、それも満塁ホームランを打ちました。ノーアウト満塁、冷静だったですね。インサイドのカットボールを見逃し、外の、まあ、ちょっと抜いたような変化球を見逃し、で自分のカウントにして、バッティングチャンス、バッティングカウントにして、真ん中のまあちょっとカットがかかってたかもわかりませんけども、それをものの見事にホームランを打ったという。だからいかにボール球を打たなければネオは打てるかということですね。だから素晴らしい、あの打席というのは冷静さも感じましたし、やっぱりこうネオっていうのはその非常に頭がいい、冷静だっていうふうに言われてますけども、やっぱああいうところに確実に出るという、それとまだまだ150キロとか超えるボールに対しては差し込まれるケースが多いんですけども、でも徐々にもう一歩一歩ですけども本当に成長しているという。で最終打席三上からやっぱ同じように粘って粘ってセンター前を打った、まあ、非常にあの成長している姿を見られて非常に嬉しかったですね。まあこれからも打ってくれるというふうに思います。で上橋帰ってきました。今季初スタメン、3安打猛打賞、今日の活躍が4打点1ホームラン2ランでしたね。則本から起爆剤になってくれるとですね、まあ1番周東だとちょっと率が上がってこなかったんで、まあ出塁率ということも含めるとちょっと物足りなさがあったんですけども、上林がこうやって1番でこのぐらいの活躍をしてくれるとですね、まあ非常に心強いということを感じました。今季初スタメンで4打点ツーベースホームラン同点タイムリーという本当大活躍だったんですけども、これで乗っていけるといいですね。上林ちょっとこう好不調の波が激しいんで、これをこうできるだけ続けていく、そしたらソフトバンクもやっぱり楽になってくるということですね。で最後に奥川、ゲームを作れるようになりました。今日はすごく粘り強い、ピッチングができたというふうに思います。プロのマウンドにまあ慣れてきてるなっていう感じもしましたし、まあ失点のシーンはやっぱフォアボールを絡んでちょっともったいなかったで、マルテに打たれる、まあ、シーンなんですけども、インサイドに狙ったボールがやっぱ真ん中に入ってしまったという、まあそういうこと、まあ若いからまだまだしょうがないですけども、まあちょっともったいなかったですけども、ゲームを作れるようになってきた、ここんとこヤクルトの投手陣がですね、まあ非常に苦しい状態にあるんで、だからここら辺を奥側で花を埋めれると非常に評価が高くなります。だからはこれからもですね頑張ってほしいなっていうふうに思います。やっぱ監督の采配が光ったこの3連戦、若手が躍動したまた3連戦でもあったような気がします。ロッテと日本ハムが試合ができなかったという、まあコロナの影響で日本ハムも次のカードからできるのかどうかっていうのは分かりませんけども、まあ非常になんていうんですかね、楽しみなカードがやっぱ続きますし、監督の采配もにもフォーカスして見ていくと本当に楽しいなというふうに思いました。また次の3連戦期待しております。